起きろ、ケンウェイ。サチはどうした？ガレオンで出て行ったぜ。入り江のうまい活用法を見つけるんだって意気込んでな。いずれどうにか利用するさ。ここを艦隊の基地にしてもいい。少し修理すれば立派な拠点に生まれ変わるはずだ。いつか妻を招けるかもしれない。妻だって？ずいぶん前に見捨てられたけどな。それなら黙っておきな。大半の海賊はラムと略奪より女に熱を上げる男を軽蔑する。言わないさ。何かあったら教えてくれ。好了，我们占领下这个地方呢，有点类似那个三代的家园系统。然后这边有个目标，就是要跟着齐德。那不知不觉跑那么远啊，我们就跟着他，他不知道要带着我们去哪里。找到什么呢？上面有个亮亮东西耶。以后有空再捡吧。这个齐德发现了什么东西吗？这个是石阵。奇妙だと思わないか？風化がひどい。この遺跡がマヤのアステカだったか。謎解きはどうだ？パズルや頭の体操は人並みってところだが、才能がありそうに見えた。考え方、動き方、物の見方からしてな。心当たりはないぞ。そんなこと言われても意味がわからない。頂上まで登ってくれるか？手伝ってほしいんだ。看来是要来开始解谜啦。なるほど、この感じか。不过这个不难呐，你只要把对应的图放到对应的位置上面就可以了。音を見て。この世のものなら誰しもここ。才能あるな、ケンウェイ。変わった石だ。金になるのか？スズメの涙さ。ただ全てを揃えられれば大金になるんだ。いくつだ？数十個だな。こっちだ。見せたいものがある。这个也是收集要素之一。你把它全部收集到以后，会有个奖励啊。地图上标示出来的就是我们要去收集的位置，还蛮多的啊，其实。那我们有空再慢慢去搞。旁边宝箱。哇，旁边有宝箱哎！啊，これを見ろ。頑丈そうな階段だが、行き先は謎だ。我们先开一下宝箱吧。上には何があると思う？哎呀，这不能开，只是地图摆设而已啊！我蛮好奇里面是什么东西的。デュカスのことだ。拷問や処刑の道具がいろいろあっても驚かないね。鉄の処女や。親指を締める拷問道具やら。愚問のなしとかな。これで死ぬのはごめんだな。だが見事なもんだ。リュカスから奪った鍵を使え。まずは一つ目。残り四つか。ああ。4人のテンプル騎士が持っているはず。名前を見たか？
彼らは4人を倒しに来たんだ。おいおい、ハバナでトーレスに売った地図だぞ。アサシンの拠点が記されてるらしい。警告した方がいいと思わないか？あんたにちょっとでも良心ってものがあるなら。できるかもな。鍵を探すついでに。下手な言い訳もないよりマシだ。啊，这个钥匙收集完以后，我们就可以得到那里面那一件衣服。可是我是觉得那衣服好像没好看到哪去哎，所以我就没有什么收集的欲望哎。有人说我很帅，各位仔细看看，我是真的觉得还好啦，没有说真的很帅。啊，这个鸡都要跑掉了，我们要再去找他一次。他不知不觉就已经走这么远啊。哎，我走上面好了，上面好像有阴点，顺便去看一下。直接坐小船过去吧，这样应该会比较快，比较有效率。哎，基德不在船上，在旁边哦。好吧，哎，这样的确也是快上许多啊，比刚刚用跑了过来的话。もう行くのか。あんたにはここがお似合いだ、ケンウェイ。その衣装よりもな。おいおい、待てよ。海賊だろ。好きなものを奪い、自由気ままに生きる。成り上がるんだ。いや、違うな。本当のあんたじゃない。本当の俺？うまく言えないが、あんたが追ってるのは危険な代物だ。観測所のことか。ナッソーで聞いた以外にも、いろいろ知ってるんだ。気づいてたのか？ユカタンの沖合、緯度20度3分のところまで来てくれ。数週間したら面白いものを見せてやる。啊，这边就没有什么其他同步的要素，所以不难。啊，这个时候家园呢有一些可以升级的要素，我们去升级一下吧。Strong cloud。只不过要花钱就是了。少しお話できるかな。造船所を作るのにお金が必要だ。早く払ってもらえれば、それだけ早く海を支配できるぞ。港务长，好，可以从这个地方升级我的船只。然后前面还有。聞いてくれよ船長。这个应该是杂货铺。小さな市場を作る金が必要でね。もちろん感謝するし、店は役立つものをたくさん揃えて恩返しするよ。啊，哎，700块，还挺便宜的。700块就可以开一个杂货铺，不错。好，我们去换一件衣服吧。这件衣服穿这么久了，看着腻哎。深红披风，哇，听起来就很帅气。哇，这个穿起来也是蛮帅气的，就跟他的名字一样。不过这样穿就一点都不像刺客嘞，反而像贵族哎。船乗りの話を聞くかね、船長。どんな相手に話を。这边的话应该是酒馆。少しばかり援助してくれたら。然后酒馆可以就是你花钱买到一些他们的情报。3500。好了，我们来花钱买一下情报吧。不知道他会给我们什么情报。
think maybe worth the risk because if you find it. Wow, 海军的这个护航队啊，这个可以从他们身上得到一些高价值的东西啊。然后上面还有一个。いい船長ってのは手下の面倒を見るもんだろう。ここには心安らぐ女たちがいなくて船乗りはちょっと不満だ。听他讲内容好像是妓院哦。見つけられる場所は知ってるが、家が必要になるしな。一万五，哎，买下去我就没钱呢，怎么办啊？他的作用是让我可以免费雇佣这个舞者，哎，我不需要啊，我雇佣一次就几百块了不起嘛，我干嘛花一万五买你啊？那就算了，旁边这个呢？海岸で大きなかがり火を焚いたらどうかね、船長。羽を伸ばせる場所ができたら、連中も喜ぶんじゃないか。这个是萤火，哎，然后可以让我免费雇用这个海盗，这也不需要啊。这个，啊，我钱现在当务之急应该是要先拿来升级船只。这边建议各位先升级一下那个破击炮，因为后面会用得到。破击炮，而且这个破击炮的威力真的是很 OP 啊，非常的高。差一个，然后哎呀，没钱了，这破击炮买一买没钱啊，好吧，算了。这个钱真的是不好赚的，哪有花这么快，一下就没了。出航去。今日の進路はどうする？サーグンがいい。どうも。正直イギリスの船を襲いたい。あいつらの金を取って使えるならいい気分。ウェールズ人らしい。どうする？キッドはツルムで見せたいものがあると言われている。あまりと思うぞ。味方は何と彼を信じるの？わからない。これは奴は俺の両親で訴えたのに何か引っかかる。獲物があるならクルーも納得するだろう。那这边要去找我们的奇德。クジラだ！船長、森を使えば新鮮な肉が取れるぞ。啊，路上我们遇到这个座头鲸，我们来猎杀一下吧。針の始まりだ。打猎去吧。始めよう。在哪里？ほ！縛りつけろ！捕まれ！行くぞ！哎呀，在哪里？我都看不到。哦，我看到了。命中だ！吓死了一通啊！哈！よし！あそこだ！気をつけろ！よし！仕留めた！哦，他洪水了。仕留めた！ダメだ！くそ！他潜下去了吗？どこだ？哪里过来呢？这么大一只，我就不信我看不到你。这边吗？这边吗？哦！せーの！哼，よし！もう一発食らわせましょう。見たか、おい！やがった。弟兄们，今晚加菜啦！哇，真的很大一只哎，血淋淋的，还挺恐怖的。やりましたね、船長。
好了，我们继续去接主线吧，我们去找齐德。好了，我们到了，我们又来这座岛上面找基德。那这个岛上面呢，有两个同步的目标，一个是搜寻四个宝箱，另外一个是击倒三个敌人。这边好像是刺客的据点，这边的人都是刺客，这些红色点点的敌人都是刺客，所以不能击杀。话说这个基德该不会也是刺客吧？看这个样子。好，我们要走这边去捡另外一个宝箱，然后前面有个女刺客，要小心她。嚯吐！哎，前面一只，哎，直接绕过去就好了。嘿呀！好，虽然说这边不能使用致命武器杀人，但其实是可以的哦。哎，马上给各位看看。我唰，哈哈哈哈！这边可以针对你那些被击倒的人啊，你可以就是给他补刀就对了。但是你补完刀，记得把你的刀给收起来，切换成你的拳头啊，不然你拿刀杀这些还没有被你击倒的人的话，这边是会直接任务失败的。对啊，直接重来。好，我们直接上来吧。至于这边的话，就直接走上面吧，这些人都看不到你的。这边的话，先上来吧。有个落单呢，就是现在。他脚露出来，他看得到宝箱吗？不对啊，他看得到他的脚吗？就是他的尸体。你拔什么刀啊？真是，我都没拔，你敢比我先拔？哎呦哎呦，哇，这边的话，人还看起来是挺多的，但其实直接跑过去就好了。这个速度要快，不然还是会被发现。这边四个人。先拉他。然后换你。那等下左边那个女的回头。冲啊！别想跑！啊，这边这个区域就都清理完了。不要忘记给这个男的赏他个痛快。啊，这边有个宝箱，别忘记拿。这样子就三个宝箱了。我们还差同步的最后一个。边。呦，冷静点啊！好，先标记一下。然后这边远方有个枪手，他是最麻烦的目标啊。这边先用口哨把这个妹子给引过来吧。哎呀，不好不好，这个后面那个男刺客也正好回来，不能在他面前搞他。就耐心一点，等他回头吧。这个枪手真是挺麻烦的，所以这边就保守一点打法，这边都利用口哨把人给引过来。第二个人头啊，到手啦！这边的话就是要等枪手回头喽，先冲过去再说了，他应该不会再看这边了。不是这边啊，对对对，这边这边，呼吐，
搞定。这边小心，旁边有个女刺客，我们直接走这边吧。前面有个阴点啊，这边就到处找地方躲。哎，我们看到齐德了，齐德就在前面那边。喂，齐德，啊，这个时候可以先往这边跑，因为我们还差一个铜目标，差最后一个宝箱，我们得先去捡宝箱。啊，这样子同步的目标就完成了，然后这边就顺便来弄一下这个石阵吧，反正就在旁边而已。上去上去，乖。啊，一样就是把就是对应的图片啊放到对应的石柱上，中间那个就是我们要挖掘的地方啦。哇哈哈，这血扣好多啊，我一半的血就没啦。好吧，我们回去找齐德吧。何かありそうだ。感じるぞ。ケンウィン先生。ウォルポールはアサシンはどこだ。墓の下だ。俺を殺そうとした。彼の死を嘆きはしない。だがお前は彼の最後の裏切りに手を貸した。なぜだ。金のために決まってる。それで納得すると思うか。お前は浜田で同志を手にかけた。彼には感覚がある、シオ。ハバナでテンプル騎士と交渉したそうだ。賢者と呼ばれる男に会ったか。ああ。もう一度見ることができたら彼だとわかるか。多分な。確信を得ねば。果然齐德也是刺客。静かに。こっちだ。俺を騙してこんな目に遭わせやがって。さっきの道化師は何者だ。アーダバリアサシン、俺の子孫。お前も教団の一員ってわけだ。俺たちアサシンは心情に従う。その心情は俺たちに何かを強いるのではない。ただ賢くあれば。そりゃいい、ぜひ聞きたいな。真実は許されぬことだとな。この世で唯一の断りだ。悪くないな。気の向くまま好きなようにやれっていうことか。哎呀，这叫我怎么过去呢？走旁边吧。この先は行き止まりだ。あそこにドアが。别吓我啊！这边要先把前面这个石头给弄下来，这边就要开始解谜啦。不是这边啊，是下一个地方。嘿，我爬你前面，哈哈哈，比你快，我比你快。就跳下去就好了。是你要跟上我吧？我比你快哎。这个水底下控制，我怎么觉得好别扭啊？好别扭哦，这控制。
爱德华，你还好吧？对不起，我操作实在有个别扭了，我都这个方向。不是很熟练啊。まだ息をしてるか？别瞧不起我。お前を罵れる程度にな。配合那个右类比啊，不能只靠这个左类比。我刚才只靠左类比，所以这个操控真的非常别扭。よほどのお宝が眠ってるんだろう。お宝か。最後にこの苦労が報われるとしない。そいつはあんた次第です。何？あれを見たらあんたの頭はぶっ壊れちまうかもしれない。ショックに耐えられるといいかな。どうにか。好、哦、我们快到了，一慢慢爬。哎呀，被妹子给超过了，休想超过我！我可是有尊严的啊，被你超过我还能出去见人吗？啊啊，锦鲤是这边啊。大したお宝だよ。お前の師匠はこれを見せるだろうね。残念ながら奴らの賢者とは全く似てないぞ。気を抜くのは早い。然后这边要先去旁边那个这个石像，先把它搬下来。诶，然后再去转它。然后再把这个蓝色的给放下来。这个就是对应的石像放到这个对应的石色，对应那个座啊，应该不难。摸个几遍就会了。这边的话，我这个顺序好像有点问题。不过一样也是可以的。这个的话，先把这个，我刚刚顺序好像错，所以这边要一个一个来，比较麻烦一点。不过也是可以啦。也不会花多少时间就是了，这个就是比较笨的解法，真的就一个一个来，然后放红色，哎，怎么又转回去了呢？爱德华，乖乖乖。好好好，然后再把这个红色的给放下来。剩下最后一个，最后一个绿色的。这样就解开啦。哇，里面是个头像哎。賢者だぞ。これが作られたのは数百年前だ。もっと昔さ。間違いないか。ああ。目に特徴がある。賢者を追う理由は聞いてないか。彼の血をガラスの小瓶に入れていた。こんなやつか。ああ。観測所について聞こうとして逃げられたんだ。そうか。用は済んだな。这边就没有次要的目标了，所以啊，100%不难。静か。神殿にある像は、ハバナでお前が見た男か。ああ、そっくりだった。新たな賢者が見つかったようだ。我々が先に観測所を発見せねば。それで来よう。お前のせいだ、賢衛船長。あの地図のせいでテンプル騎士が迫っている。
スペインとイングランドの諜報員にも拠点を知られてしまった。この件は俺に、師匠。奴らは剣衛の仲間も捕らえた。彼は気にしないかもしれない。看来我们的船员是被抓了。これを使え。敵の注意を引かず、戦闘は最小限でな。哇，他给我们一个吹剑，这东西非常好用。它可以装备那个睡眠剑跟狂暴剑。睡眠顾名思义就是让睡嘛，狂暴剑的话就是让这个你被你这个人狂暴，还攻击自己人。哎、欸，等等等，刚刚怎么顿一下？拿这个睡眠的、记得去补刀啊，他那个时间跑完他还是会醒来的。那我们先走这边解决上面这个枪手，然后这边两个同步目标，一个是就是用睡眠剑、睡了八个人、然后狂暴剑、射两个，就是两个同步目标。一个可以打两下，哈哈，真太愉快了！我这样，我最喜欢这种鞭尸的感觉了。啊，这边人好像哎蛮多的样子，我们来装备狂暴剑玩一玩。枪手，然后哎这个。干嘛、啊？你去打你那边的啦！打我干嘛啦、啊？哎、欸，别射我！哎、欸，别射我、啊！然后这边救人的同时要注意，不要被发现哦。这边被发现的话，那个枪手会直接处决你的犯人，所以要注意一下。右边还有，去右边看一下。有一只啊，直接杀了。ありがとう先生。然后这边只要救14个就好了，不用救太多，14个就可以走了。我们走这边吧。哎，强怪！哎呀，白色了啦，你这混蛋！浪费我一个吹剑。哎、欸，前面人很多的样子哦。先射枪手，旁边。干嘛？干嘛？找死！哎，枪手，我去，上面是枪手。哎呦喂呀！哎呦，我真狂暴剑。该不会射我吧？啊，先解放这个囚犯。哎、欸，打起来，上面打起来了。是个睡眠剑，剩两只。嘿，哎、欸，我还收一下身体。15块跟子弹，还有这个狂暴剑，这个射那个军官。啊，我还差三个，但是我没有那个嘞，没有睡眠剑的，我再搜寻一下尸体啊。哎呦，同目标已经达成，那我就不收喽。这边的话就顾救人就好了，别杀我的伙伴！哦不，这边被发现，直接开枪不啰嗦，好凶残啊！刚被杀几个？被杀了一个，剩两个。啊，我们这边还差最后一个，我们就可以离开这该死的地方了。在上面吗？不会吧，在前面？不会吧，他们被绑在上面吗？
好，我去瞧一瞧。哎、欸，我要爬楼梯啊！哎，爱德华，别瞎搞！现在不是给你耍杂耍的地方啊！哎、欸，真的、欸，上面有哎、欸！哎、欸，才一个而已，为什么要特别绑在这边呢？有点不解。最后一个。どうなってんだよ。誰がいるんだ。あのじいさんがプリンス。オランダ人の奴隷商人なんだが、今はジャマイカで王様気取りだ。あいつは長年のターゲットでね。あともう一歩だったのに。暗殺者ってのは面白いな。どいつもこいつもしかめっ面だ。賢明船長、お前には非凡な力がある。天賦の際でね。だが無礼で傲慢だ。人から奪った服を着て威張り歩いている。許されぬことなどない。それがモットーだろう。ハバナで犯したお前の罪は赦免してやるが、歓迎してるわけではない。悪いな。こうなって残念だ。陽気な仲間だな。呆れたな、ケンウェイ。仲間のふりをして大義を汚すってわけか。それは何だ、大義。つまりは暗殺さ。テンプル騎士とその仲間を、奴らは世界を支配しようとしてる。平和と秩序の名のもとにな。デュカスが死に際に言ってたな。だろ、権力を使って人々を支配したいのさ。自由を奪ってな。仲間から連絡が来たのか。ああ、見せてやろう。这个是暗杀契约，如果解完以后也是会有这个奖励的。俺たちの心情に共感してないのは知ってるさ。だが金を見れば気が変わるかもしれないぞ。もちろん。じゃあ西インド諸島一帯の契約を受けてもらおう。成功したら報酬を払うぞ。啊，我们这一期就先到这边告一个段落吧，下一期见喽。